さ、新しいのを買ってきました。こちらなんですが、この車は何かっていうとですね、これは珍しいですね。日本ではあまりね、見かけない珍しい、車になるんですが、その名はキアスティンガーって言うんですね。キアのスティンガーってやつなんですよね。で、このキアスティンガーは2017年5月23日韓国にて正式発表し発売を開始。韓国国内仕様は内外装にキアの CI マークを一切設置せず、代わりに E をモチーフにしたオリジナルエンブレムを設置。テコーはモハベに続いて2年目である。セダン系においては初である。で、主海外向けについては、主に海外向けについては E エンブレムに代わって CI マークが進化する。で、シャシーはジョネシス G80 のものをベースにショートホイールベース化、ですね。で、ちょっと待ってくださいね。G80 同様 FR に加え、秋のセダン系で初となる AWD も設定される。エンジンは G80 からキャリーオーバーされた V6 直噴の 3.3 リッター GDI ツインターブに加え、K5 に採用済みの直四の 2.0 リッターGDI ターボ、カーニバルに採用済みの直四の 2.2 リッター VGT ターボディーゼルが用意されている。でトランスミッションはエンジン起動方式種別にかかわらず全て8速 AT というのを採用している。で数々の安全設備に加え、グレードによりブレンボ製ブレーキシステム、IEXCON 製サウランドシステム、電動式パーキングブレーキ、電動オットマンなども備えている。で、なお、この基本メカニズムの大半は、追って登場するジョネシス G70 で、共用する車ということですね。キアというね、車でございます。まあ、トミカでも昔、海外専門のやつとして、ヒュンダイというのをね、まあ、発売させていただいたことがありましたけどもですね。まあ、これは、キアです、ね。マジュレットではある意味初じゃないかと思うので、キアですね。で、今、アメリカとか、そういうフランス、イタリアとか、海外からすればですね、今、韓国の車っていうのは非常に人気があるらしいんですね。まあ、なんでかっていうと、ちょっと前まではその、日本車の方が人気があったんですが、まあ、日本車を大体、まあ、今の海外の人たちは残念ながら日本車に今そこまでも興味があんまり持ってないっていう危機的な状況があるんですね。 なぜかっていうと、まあ日本車が高いからなんですよ。だから日本車がかっこいいなと思うような車があっても日本の新車は高いと。それに比べて韓国のキア車とかソナ、ヒュンダイとかですね、まあああいった車の方が新車でありながら日本の新車と比べたら安いと、安く買えると。でそれでいて、まあ、昔の90年代あたりだったらね、韓国の車って言ったらちょっとそんなに耐久性があんまりなくて、時期なんか電子部品がダメになっちゃったりとか、故障も多かったなんて話を聞くんだけども、最近の韓国の車はもうすごく性能が良くなって技術レベルが上がってそんなに故障しないと、まあ言ってみれば日本のトヨタみたいな感じになってきてるんですね。だからほとんどその走っててなんか異常が起きるとか電子部品がやられてしまうとかそういったところがあんまりなくなってきたらしいんですよ。ですからまあそれでいて日本車と同じような性能が持っていながら安く買えるということで、まあそんな車が出ればみんなそっちの方を買ってしまうだろうなっていうことなんですよ。ただこれ事実的に言うのは日本の技術水準はもう韓国とかに抜かれてしまったと、韓国とか中国とかまあそちらの国に抜かれてしまったんですね。フィリピンとか、
だから非常に日本は技術面で言えばもう最下位、 最悪な状況になってしまいました。もう確か GDP って言ってたんですけども、その GDP 率がもう韓国に抜かれてると、技術的な差ね。もうこれ技術的な差で韓国に抜かれるっていうのは非常に日本の職人としては悔しいと思わなきゃいけないし、やはり非常にこれは危機的な状況ですよね。まあやっぱりそういうふうになってしまったっていうのは、まあ政治が悪いっていうのもあるんでしょうけども、同時に何て言うんですかね、こうどん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 日本の例えば車なんかを台湾で生産するとか中国で製造するとかっつって、どん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 、まあ車だけに限らずミニカーでも何でもそうなんだけど、海外へというふうに、もう海外だけが頼みですみたいな感じで、みんな海外の人を雇って、みんな現地の海外で工場を作って建てて、まあそこに工場で海外の工場で生産をさせると、まあ、こんなことをやってしまったから、まあ、結果的にそれはさらに景気も悪くなるだろうし、まあ、さらに GDP 率っていうんですかね、技術的にみんなも劣ってしまいますわな。だからもう本当にこのまま日本が行くと残念ながら日本は滅びてしまいます。ですから、日本が滅びさせないためにもですね、やはり韓国に技術の差で取られてしまえば、まあ、そしたらまたそれを、ね、取り返すというふうな、感じの勢いでやっていってほしいなっていうのがあります。だからまあ最近はそのマジュレットのなんかでもですね、その今までは韓国の車っていうのはおそらく初だと思いますね、取り上げたことはなかったんだけども、まあ近年になって性能が非常に良くなったということで、まあ韓国の車をまあ取り上げてきたというような背景があるんじゃないかなと思うんですね。ですからまあそういったところを考えると、決してそのミニカーと経済っていうのは関係がないようでいながらも、しっかりと結びがついて固く結ばれてるんですね。ですからまあ経済とミニカーっていうのはしっかりと結ばれていて、でやっぱりその経済が良くなればそっちの国の車をどん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 採用されていくし、なんていうんですかね、ミニカーの技術もどん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 上がっていくというふうな、状況かなと思います。これはほらもうこれでしょ、ウィンカーっていうかミラーがもうこれついてるんですね。久しぶりにこうミラーがついた車ったらまあ見たような気がするんですけども、だとこう硬いんですが、まあこういうふうにですね、内装もキアの車らしくこういうふうな内装になっていて、非常にこういうところがかっこよく仕上がっていて、ホイールなんかもね非常によくできてますね。確かにちょっと一見するとダッチバイパーかなって、ダッチバイパーじゃねえ、ダッチチャレンジャーみたいな、まあそんなようなね、感じにちょっと見えるんですが、まあ昔はねそれこそ一昔前の言ったら特に白かったな、あの国の車は特に白かったですからね、何でもかんのもパクってしまえばいいやろうっていう国だったから、結局もうなんていうんですかね、とにかく日本のねトヨタや日産とかホンダとかですね、そういった車はパクリにパクって、で海外だとアメリカのねフォードとかクライスラーシボレーね、フィアットとか、なんていうんですかね、もうプジョーとかアルファロメオとか、もう至る所の有名なメーカーのミニカーは全てパクってしまえっていう感じで、もうパクられてばっかりいたんですけども、まあ未だにそんな白いことやってるのはあの国だけですね。ですからまあ他の韓国はそういうところはやっぱりきちんと、まあ韓国も最初はよ、正直言って90年代とか70年代とか80年代とかその時代あたりはやはりちょっと日本の車を参考にしたり、アメリカとかフランスイタリアの車を参考にして、まあパクってるじゃないかって言われたらもう答えられないぐらいですね、よく似てる車作ってたんですが、まあその後技術がどん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 向上していって、このままパクり続けてはもちろんいけないと、ね、いつまでたっても技術が向上しないじゃないかということに気づいて、でそしてもう韓国独自の車を作っていった。何しろ韓国の人ってのは真面目な人が意外と多いもので、非常に勉強熱心な人が多いんですね。ですから何しろほら
あの受験生なんかはね、有名なのはそのパトカーがこう迎えに来ると。で、別に何か悪いことしたわけじゃないんですよ。でパトカーがこう迎えに来て、そんで学校のところまでこうサイレン鳴らしてブーッとこうね、もう合格発表のところまでこう迎えに行ってくれるっていうね、もうそういう制度が韓国にあるぐらいだからすごいんですね。そこまでやっぱり勉強に関してはすごい、もう試験に関してはもう命がけなんですよ。だからもうそれだけやっぱりすごい国だから、もう日本だってうかうかしてらんねえなと思ったら、残念ながら日本は韓国に先を越されてしまいました。ですから非常にこういうところは非常に日本人として恥ずかしいことですし、まあ残念だったなというところではあるんですけども、まあ、あれですね、やっぱりこういうデザインなんか見てもやっぱり確かに技術的には悔しいですけども、まあ、先を越されてしまったと言っても、まあ、うなずけるでしょうな。これは本当に一見すればもう日本車とある意味そんな変わらないようなデザインになってきてるし、日本車だとかアメ車とかに近いようなデザインになってきて、それでいて性能とか高級品だとか安全とかそういったことに関しての技術が明らかに進んでるなっていうのは、これを見てももう明らかにもう分かるなっていう感じですね。なのでまあ今後韓国にはどういった車が出てくるのか分からないし、まあもしかしたら韓国もね、いろんな自動車メーカーがまた、新しい自動車メーカーが出てきて、でそれで聞いたこともないような名前だけども、そのうち全国にこう世界中に知れ渡るようなメーカーの車というのも韓国にはどんどん出てきてほしいなっていうふうには思いますね。ただまだなかなかお隣の国とはいえ、やっぱりすごい勉強熱心な人もいるので、やっぱりこういう車を見てパッとこう右側一つをこう取ってみても、やっぱりすごい技術の向上さっていうのが行ってるんだなと、上を行ってるんだなっていうのを感じさせるような、車になっていて、非常にこれはこれで確かにこうかっこいいデザインだなと、日本車にも引けを取らない、アメ車にも引けを取らないかっこよさがあるなというのはこう手にした瞬間にこう思いますね。というわけでどうもありがとうございました。